おはようございます。おはようございます。本日はドブネズミの学校へ入学した皆さんの面談を行いたいと思います。そちらにスケッチブックが渡ってると思うんですけど、はい、まず名前を書いてください。はい、はい、ありがとうございます。趣味は？最近です。3日前ぐらいの趣味です。3日前ぐらいの趣味それ何ですか、ポチャコ？あのサンリオにポチャコっていうキャラクターがいて、はい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 、それを集めるのが最近です。最近の趣味。3日前に目覚めた趣味。そうですね、3日前に。どれぐらい集まりました？どれぐらい？ゼロですね。子供の頃の夢は？はい、はい、歯医者さん。これは何でですか？小さい頃めちゃめちゃ歯医者に通ってて、削られるのがめちゃめちゃ好きなんですよ。おなんで人のもちょっと削ってみたいなっていう。行ってみたい時代は？はい、縄文時代。はい、これはどうしてですか？石とかでご飯を食べてみたいって思いました。座右の銘は？座右の銘。座右の銘。ちなみに座右の銘自体の意味は分かりますか？分かんないですね。一期一会とかですか？あ、何でもいい。一期一会にしときます。分かりました、一期一会にしときます。はい、座右の銘っていうのは、まあ、なんか人生で大事にしてる言葉みたいなことなんですけど、はい、それを聞くと変わります？生きてる上で大切なこと。そう、なんか、まあ、生きてるとか自分がこうなんか大事にしてる言葉だったりとか。常識ですか？常識。じゃあそれでいきましょう。常識にしましょう。常識を大事にしてる。はい、いいですね。敵に回したくないメンバーは？はい、タッキーさん。これは？タッキーは、はい、頭がいいんですよ、うん、なんで理論上で物事言ってくるので、うん、喧嘩した時に絶対連覇取って終わるなと思って勝手に回したくないです。なるほど。でも仲はいい。仲いいです。わかりました。ドラえもんの道具で何が一番欲しいですか？はい、うん、竹ボクター。やっぱ移動が大変だから。そうです。あとは空飛びたいみたいなことですか？そうです。あの信号とか待たなくていいじゃないですか。なんであと電車中も置くかなっていう。なるほど。どこでもドアじゃダメなんですね。あ、でもいいんですけど、はいはい、ちょっと街を見ながら移動したい。移動も楽しみたいっていう。そうです。今パッと思いつく呪文は？はい、これは王道だと思います。ビビレバビデプー。はい、これって何の呪文だ？なんか人がネズミになったりするやつだと思います。人がネズミ。シンデレラ。シンデレラってどんな話でしたっけ？王子様と結ばれる話。だいたいそう。ライブ前に必ずすることは？はい、はい、発声。はい、うん、あの声がやっぱ出ないとダメな職業だと思うので、うん、はいはい、発声は必ずしてます。これみんなでやるんですか？あ、そうです、みんなで。なんか決まったやつがあるんですか？先生から教わったことを1から10までやってっていうのをやってます。例えば今できるものがあります？リーっていうリップバームとかをやってます。もう一回やってもらっていいですか？はい。これ苦手なんです。自分の体でどこが自慢ですか？はい、あっちのカメラに見せてあげてください。目を。目です。はい、アイドルやっててよかったですか？よかったです。はい、なぜ？Bスクールとかヨレカ見てなんか応援しててよかったみたいな言ってくれる人がいるんですけど、そういう意見聞いた時に自分がいるからその人を助けられるってなった時にそういう立場に立っててるっていうのが嬉しいのでよかったと思います。